どうも会人です。本日は珍しくホテルの紹介ですが、なんと実はこちらのホテル今回1000円で泊まっております。まあどういうことかというと、まあお支払いした金額、実際の支払い金額は2000円ですが、なんとですね、ここに地域共通クーポンが入りまして1000円分つくので2000円で泊まっているということになっています。まあ今のねご時世で、まあ、2000円だったら、まあ、泊まれるところ、まあ、探すも結構あるんじゃないと思われるかと思うと思うんですけど、今回なんと曜日は土曜日、土日の宿泊で2000円です。でさらに、じゃあ駅から遠いんでしょと、じゃあここからノーカットでお届けします。ちなみになんでホテルから出てきてホテルのとは逆の方向、駅の方向に行ってるかというと、まあ、今ホテルにね荷物を預けてきまして、そしてねあ、大丈夫ですって言われました。あの脚立みたいなの持ってたんですけど、あの電車の撮影用の、まあもういらないかなみたいな感じで、結局今日脚立使いませんでしたね。明日もきっと使わないだろうから、マジで邪魔なもん持ってきたな。まあ仕方がありませんね、持ってきてしまったものは後悔しても無駄です。というわけでね、まあ、ずっと歩いております。早送りをするほどのもんでもないと思います。でね、今なんかちょっと放送が聞こえますけど、あっちに、ね、電車が止まっております。あれが新潟駅というわけです。さて、もう動画始まってからね今1分半経っております。ただ、さあ行きましょうって言ってからね、まだ1分経っていないと思います。さあね、そろそろかな、そろそろ多分着くと思いますよ。これアパホテルなんですよね、マンションみたいなアパホテル。このアパはすごいな。はい、ではこちらでもう新潟駅にね来ました。はい、新潟駅東川連絡通路、まあ、ほぼここで新潟駅って言っていいでしょう。改札はもうちょっと歩きますけど、ここまではちょっと約1分、そう駅から徒歩1分でホテルに着く。なんとそのホテルが2000円、まあ実質1000円、すごすぎませんか。本当に自分でも驚いております。はい、では夜になりまして、夕飯食べにあるJR、言っているのは JR の人と一緒に、知り合いの人と一緒に、飯食いに行ってたんですけど、まあその人はね、最初のマックスで帰っちゃったんで、まあ新潟に残ってるのは僕だけということになります。まあ僕の大好きなね、ホテルで、デザートを食う時間とかいろいろあるんで、そのためにいろいろ、爆買いしましたけど、とりあえずね、この、ホテルに戻ってまいりました。じゃあお部屋の紹介をします。ホテルにインで、この今回泊まっているホテルギブマックスはいろいろなところにありまして、まあ、都内ね、八王子、高田馬場、大塚、町田、まあ、東上の日暮里とかね、埼玉だったら朝霞にもあるみたいで、まあ、かなり全国的なチェーン店、例えば東京だったら羽村にもあったってことは、この前大目線の時に泊まれなかったかな、安かったから。あとはね、まあ、新潟県の長岡とかにもあるらしいですし、まあ、いろいろなとこにあると。本当に全国にありますね。沖縄にもあるし、北海道にもある。で、今回泊まってるのは5階です。で、この間見たご飯場でね、2階で一旦停止ということで、まあ、これね、当然そのタイプなので、混雑をすると。で、階段もないらしいですね。階段は非常階段しかないらしいので、で、こうやってエレベーターが1階上行っちゃうとね、1階、2階で止まってドアが開いて、誰もいじらないんでドアが閉まるまでずっと待って、で、やっとこっちに降りてくるんで、本当に遅いです。あれだな、感じの廊下。今回1000円で止まってるわけですが。1000円とは思えないな。さあ、部屋へ。今回は515室角部屋です。一回荷物は置いたんでね、荷物は置いたわけですけど、こ
こんな感じの部屋。まあ普通ですよね。広くはないけど狭くもないビジネスホテル。ただね、これ、なんと電子レンジがついてるんですよ。しかもテレビもでかい。これは、いい部屋だ。テーブルが汚れてるのがちょっとなんか、傷がついてるだけか。まあいいでしょう。まあ、バストイレですけど、まあ、ちゃんとウォシュレットもついていて、まあ、綺麗ですよね。普通のユニット。こちらも、普通のユニット。まあ、普通よりかは幾分綺麗。この前山形のアパートでは結構災難だくらい。ユニットじゃなくて、このシャワーブースだったかな。シャワーブースは規制。だからね、これほんと、ほんと1000円で泊まっていいんですかね。まあ、ほら、国がね、お金を支給してるわけで、このホテルにちゃんと2000円分で利益入ってると思うんですけど、といっても2000円ですから、2000円なんて安いよ、本当に。レンジがあることはすごいよ、ほんとすごい。これはすごい。うん。というわけでね、ここで、頑張って、動画の編集作業なり、寝たりします。この最近も出かけまくってて、ほんとやばいので、枕があって、クッションみたいなのもある。ありがたいね。滞在します。おー、部屋から電車が見えるかな？あ、かね。あかね。どうやって。どうやってこれ開ける？ダメだこれ。開け方わかんない。これダメだ。転落防止があるでしょうか？まあこんなもんはそれはしょうがないと思います。こうやってね、スマホなんで窓をこうやって出せば、電車の効果がよく見えると。電車のね、音が聞こえますよ。電車一本来ないかな？来ないですね。右側に建物あるから、これ角部屋の特権だな。こっち側の角部屋の人しか多分電車見えねえわ。あ、電車見えるか見えねえか。あれですけどね。まあビジネスホテルとは当たり前ですけど、Wi-Fi が、当然、備え付けられております。館内、客室、ロビー、いずれ、ね、どこでもですね、使うことができるよ。できるようになっています。2018年6月オープンで超新しいじゃん。すごいな。すごい。気が利く。グラスは冷蔵庫内にあります。冷蔵庫にグラスがある。すげえ気が利く。何このホテル、すげえ気が利く。さらにね、まあ、やっぱり今コロナの時期で、いろいろあれですけど、プラズマクラスター。そう、ただの空気清浄機ではありません。プラズマクラスターはシャープだけですよ。これは本当に、素晴らしい。うん、素晴らしい。ちゃんとね、プラズマイオンを出しております。アメニティ確認してなかったですね。アメニティは、櫛、歯ブラシ、カミソリと、これボディタオルなんですけどね。これね、ちょっと網みたいになってるタイプで、結構ごついやつ。一回じゃ多分もったいないかもしれないですね、使うの。で、ボディーソープとハンドソープね、今流行りなの。あ、ボディーソープと、ボディーソープじゃない、ハンドソープと、洗顔フェイスが一緒のやつでございます。まあ、時計とかね、ボールペンメモ帳、この辺は持って帰らないようにと、いうことでございます。これ以外持って帰っていいのかな？これすごいなと思ったのはね、タオルとか、ボディタオルとか、無料でね、追加で、無料で貸してくれるみたいです。なので、ありがたいですよね。うん。だって、タオルとかたまに、追加あと100円取るところとかあるから、多分、ある意味使い放題ですか。まあ、さすがに何枚も何枚も取るのはあれだと思いますけど。うん。まあ、このホテルは、シンプルステイをコンセプトに部屋には必要最低限の備品。最低限なのに、最低限は普通のレベルだから、ね、ヘアブラシとか歯ブラシとかボディタオルとか、この辺は、あれですよね、普通に、うん、さっきあったのと同じか。しかもね、これ、レイトアウト。延長が12時まで1000円。2時間1000円だから、ほんと安いと思います。2時間1000円は安いよね。ほんと安いな。2時間1000円は安いな。すごいね。まあ、ここにアメニティを除いたって書いてあるから、アメニティは持って帰っていいみたいですね。まあ、持って帰るって言っても、ま、いらないけどね。まあ、当然ね、ネット回線、Wi-Fi もありますので、パソコンでのね、動画の、
編集作業、まあ、ぶっちゃけスマホでやってるんですけど、やってる風なことをやっています。 GoTo の地域共通クーポン、こちら、新潟県含め、その他県で使います。おはようございます。もう電車の走りはあと9分なんで、もうとっととチェックアウトして、出たいと思います。やべ、やばい、あと8分しかない。動画の編集やってて結局全然終わらなかった。くそ、7時半には起きてたんですけどね。9時半発なんですよ。うわー、やべえ、チェックアウトだって言って4回来ちゃった。やべえな、電車の足はあと5分です。というわけでね、今回こちらの、ホテルリブマックス新潟駅前のご紹介でした。1000円で泊まりました。というわけでご視聴ありがとうございました。証拠としてね、アゴダっていう予約サイトから予約したんですけど、2084円で、GoTo トラベルクーポン1000円分ついてきたので、まあ、実質1084円で泊まったということになりました。まあ、今 GoTo トラベルキャンペーン中止してますけどね、またいつか GoTo が復活したら、積極的に、利用したいなと思います。ご視聴ありがとうございました。